生産者の皆さん、人参の生育でお困りではありませんか？高温、低温、乾燥などの天候不順、土壌の肥料方や肥料の流亡でお悩みの方、必見！不織酸資材、アズミンがお悩み解決します。アズミンの成分はこちらです。知力の元である不織酸が約 50% 含まれており、お手軽に土作りができます。また、堆肥とは異なり、肥料成分もほとんど入っていないため、肥料方の補充にも使えます。さらに、アズミンは独自製法により、活性の高い腐食酸を多く含んでいるため、作物の根張りを向上させます。根張りを向上させることにより、生育向上、品質安定に貢献します。根張りの向上こそがアズミンの一番の特徴です。腐食酸資材アズミンの具体的な製品紹介は別動画で行っておりますので、右上のリンクまたは概要欄からご視聴ください。ここからは施用事例を紹介します。一つ目の事例はこちらです。試験概要はご覧の通りとなります。収穫時の比較写真がこちらです。根長、草丈ともに生育良好です。根重も 27% 増となりました。2つ目の事例はこちらです。試験概要はご覧の通りとなります。収穫時の比較写真がこちらです。収量が 10R あたり 300kg 増となりました。さらにアズミン施用区では割れや分根も少なく、収品率もアップしました。基準の施用量はご覧の通りです。アズミンは腐食酸の力で作物の土台である根張りを良くし、生育・品質向上に貢献します。皆様のお困りごとにどうぞお役立てください。